どうもゆみんです。今日はじゃん、キリクリームチーズアイスのストロベリー、これを食べてみたいと思います。これのキリンクリームチーズケーキアイスのストロベリーってやつあったけど、これはクリームチーズアイス、ケーキじゃないアイスのストロベリーですね。分類はアイスミルクで1個112キロカロリー。これってさ、どれもそんなにカロリー高くないのがいいですよね。まあいちご果肉 6% なんですけど、クリームチーズといちご間違いない組み合わせだから、もう美味しいっていうのは分かってる、分かってるんだけど食べます。絶対美味しいじゃんね。ベリーとチーズってめちゃくちゃ合うもんね。まあだからいつも結構これベリー系の組み合わせが多いですよね、他のやつも。はい、バータイプのアイスじゃなくて、棒タイプのアイスです、今回は。ねえ。早速クリームチーズのいい匂いがしてます。いただきます。濃厚で滑らかなクリームチーズに、この真ん中のさっぱりしたイチゴがめちゃくちゃよく合いますね、やっぱり。で、真ん中のイチゴはね、ちょっとイチゴジュレ、サクサクした感じです。ソース部分。なので、クリーミーな感じとサクサクした感じ、評価ではないんだけど、ちょっと評価っぽい感じかな、真ん中は。うん。サクサクした感じもあるんだけど、やっぱりちょっと時間を置くとソースっぽくなってきます。ちょっとネチッというかね、シャクッと食感はいくんですけど、お味はすごくしっかり濃厚です。間違いない。もうね、クリームチーズとベリーはもう永遠の組み合わせですね。恋人同士です。美味しいに決まってる。で、この美味しいに決まってるから、何も言うことないって言ったらあれなんだけど、誰にでもおすすめしやすいですよね。うん。なのでこれからイチゴの時期ですね、イチゴのアイスもたくさん出てくると思うんですけど、皆様このクリームチーズのストロベリーもお忘れなく。美味しいです。これは冷蔵庫に1個常備しておくとたまに食べたくなるアイスですよね。そんなにカロリーも高くないので、そこもまた食後とかにも食べれて嬉しいところだと思います。今日はキリクリームチーズアイスのストロベリーを食べてみました。みんなもお近くのコンビニで探してみてください。それではまたね、バイバイ。